こういうことを進めていこうじゃないかというふうに思いました。今日はこのうち楽しみのための外出ということに論点を絞って話を進めていきたいと思います。仮説の中で、じゃあ楽しみのための外出、どんなことをやっていこうかということを考えました。で、次のスライドを、実は、ご高齢の歩くことができるような環境を作っていただきたいということで始めさせていただきました。次のスライドをお願いいたします。おかげさまで、取り組み始めてからほぼ3年でございますけれども、今年最後に開きました10月14日の三条マルシェでは、9万8000人の方々に、お越しいただきました。今の三条市の人口が10万3000人ですので、まあ、本当に大勢の方々にお越しいただいたな、まあ、まさにこういうような光景が、商店街いっぱいに広がりました。毎回毎回、多くの方々にご来場いただいて、通算50万人目を達成をしたところであります。これだけを聞くと非常にうまくいっているかのように聞こえるかもしれませんが、でもなかなかそういうわけにはいきません。次のスライドをお願いいたします。実際ですね、マルシェは成功したか成功していないかと問われれば、私たちは自信を持って成功しましたというふうに言います。でも現実はそんなに甘くはありませんでした。三条マルシェに集っている人々の様子を見ると、どちらかというと若い世代が多いです。ご高齢の方々、本当は、家から引きずり出したかった、7割のご高齢の方々は実際にこの三条マルシェに来られていたんでしょうか。答えはノーです。現実に三条マルシェが開催されている、地域のご高齢の方々にアンケート調査を取りました。あなた方は三条マルシェに通われたことがありますか。そうした問いに対して、行ったことありますというふうに答えられた方はわずか 40% でした。3年間の取り組みで 40% もの方々が三条マルシェに足を運んでいただいたというふうに捉えることはできるかもしれませんが、さっきの37の法則を考えてみてください。3割の方はどんなイベントでも関心を持って出ていただくわけです。つまり三条マルシェというのは手こでも動かない7割のうち10ポイントの人たちしか街中に引きずり出すことに成功をしなかったと、こういうふうに捉えることもできます。ここが今我々が取り組んできた、現時点までの状況、そしてこれから先解決をしていかなければいけない、ヒントを今回、これまでの三条マルシェの歩みは、私たちに与えてくれたと思っております。次のスライドをお願いいたします。ではご高齢の方々に向かってみると、どういうようなことをその望んでいらっしゃるのかというと、まあ、なるべく低予算がいいです。そしてゆったりと実感した時間が流れているのがいいです。しかも若い人たちがいるようなところはあんまり行きたくない。同世代の方々と交流ができるのが一番です、というような声をよく聞きます。そして何にも増して健康にもいい場所、もう答えが出てしまいますけれども、これもうベストの場所があるんですね。病院の待合室でございます。素晴らしい場所です。でも私たちはやっぱり病院の待合室最高ですっていうわけにはなかなかいかんのです。街の真ん中にやっぱり出ていただいて、その少しでも歩いていただくと、こういうことを私たちは引き続きチャレンジをしていかなければいけないというふうに思っております。つまり病院の待合室と同じぐらいのに魅力のある、環境を街の真ん中にその作っていきたい、こういうことで、あります。あと1分、時間がありますので、最後これの最後の我々の取り組みのヒントだけお話をしていきたいと思います。次のスライド、
の次のスライドをお願いします。ここでこのスライドを持って私の話題提供を閉じさせていただきたいと思いますが、三月さんも定期位置があります。三条にも定期位置があります。蘭北、五十嵐川の北側にある市場は2のつく日と7のつく日に市が開かれます。日市の市と呼ばれています。蘭南、五十嵐川よりも南側に開かれる定期市は5のつく日と0のつく日に市が立ちます。五島の市というふうに呼んでいます。1300年代にすでに文献に書出をされ、ずっと継続されてきた古き伝統を持つ定期市です。日清に市を開きなさい、五島に市を開きなさいというふうに三条で定めてくださったのは上杉謙信公であります。このマルシェではない昔からある定期市には実は町の真ん中にお住まいのご高齢の方々の 70% 近い方々が、今でも私は定期地には行きますというふうに答えてくださっています。私たちの挑戦は定期地、せっかく足を運んでいただいているそうした方々に定期地を通じて少しでも滞留時間を長くしていただく、それによって歩く歩数も稼いでいただきたいし、そこがあたかも病院の待合室であるかのように取り組みを進めていきたいというふうに思っています。今日は富山県の富山市から副市長さんがわざわざお見えでございます。私たち三条市は富山市さんの先駆的な取り組みの一つである町の真ん中に全天候型の広場を富山市さん作っていらっしゃいます。さまざまなイベントが行われて多くの富山市民の憩いの場になっています。私たち三条市は来年も、町の真ん中に全天候型の広場をこの日市の市の開催される定期市を開催されるまさにその会場のところに全天候型の広場を作っていきたいというふうに思っています。これによって来年度ここ町の真ん中に住んでいらっしゃるご高齢の方々がどういうふうに行動変容を起こしていってくださるのか、これを多くの先生とともに見届けていきたいなというふうに思っております。取り急ぎの話題提供とさせていただきました。ありがとうございます。金社長どうもありがとうございました。罰金が取れずに残念です。では引き続いて楠見市長からよろしくお願いいたします。同じく8分ということで、はい。今日三木市の三木スマートウェルス三木というのを具体的にどんなことを今行っているのか、そのあたりのことだけをちょっと整理をして8分でお話をさせていただきたいと思います。こんな街を作ろうというか、こういう根底ですが、こういうふうになりたいということですと見ました。次お願いします。歩くというのはどういう意味かというのは今までのお話で分かると思うんですが、実は先ほどから73ということがよく出てきました。これは久野先生も含めて各地で調査し、これは見つけなんですが、調査をしますと運動を実施しているのが実は 35.2%、 そして、運動に実施、関心がないという 65%、 この方々をどうしても要するに、運動してもらう、歩いてしまうという形に認識したいというのが今回のスマートレースの目標でございまして、目標は運動習慣者 60% 以上、週5回以上10分以上のウォーキングまたは何らかの運動を実施していく人、これを目的に今実施いろんな計画をしているということであります。そして一つはソフト考え方、意識をもう一回考えを変更しようと、意識を変えていこうという、私どもも去年の3月に、健康基本条例、そして一般条例、安康条例というのを見つけてできました。そういう形で今今年は実際にどのような計画をするかという策定をしております。もう一つがハードであります。実際にインフラをどのように変えていくかというのが今やっているところ、このあたりをお勧めしよう。そして最後に健康クラウドというところを今この中で実際にやっています。私たちは見つけの市民の皆さんが実際にどのあたりの病気でどんな状況なのかというのは実際には市はわからないんです。国保に入っている皆さん、すなわち見つけ市民の3割しかわからない。それ以外の皆さんの要するに若い人たち、現役の世代の人たちの健康状態、
何が今この地域で、非常に求められているのかわからない、そういうものも今回私どものこの仲間のトップの中でそれが掴んでいるような仕組みにしようということをやっております。ぜひお願いします。でまずハードの面でちょっとお話をさせていただきます。このあたりのハードとソフト、こういう形でお話します。次お願いします。実はウォーキングコースというのを今設定をしています。これは街の中で今計画をしているところであります。そして今コミュニティという形で地域コミュニティが7つ、今そのうち10いくつになると思いますが、そういうコミュニティごとに地域別コースということで、その中にコミュニティごとにウェルネスコースとなる、一番安心で気持ちよくあと30分1時間ぐらい歩けるというウェルネスコースと、そして地域の名所史跡をワクワクしながら説明を受けながら歩く、こういうウェルネスコースとワクワクコースという形で地域をありまして、その地域を横断する形の広域コースということを今進めています。広域コースが今5つ計画されています。で地域別コースは今コミュニティ単位でありますので、ウェルネスコースが今14、ワクワクコースが25、この歩く方で見つけては44というのを今整備をスタートしたところであります。この他にウォーキングサイクリングのコースもございます。サイクリングコースは7つ今計画をして、気持ちよく安心して回れる、こういう形のものをこれから整備をします。ウェルネスコースには、プロサスセンターからスタートするということで、スタートするときにこういう健康遊具、そして、ところにオーニングというかテントもできること、そしてベンチが必要なところに置かれる、こういう形で整備をしている。次お願いします。これは私もハードで地上を歩きたくなるときにいろんな問題点があります。一つはこれ自転車レーンを今進めております。これについて今日ようやく矢印もつき始めてました。そして、もう一つは実はこういう昔の撮鉄ですよね、撮鉄をサイクリングコースにしているのにこの道路に全く表示ができなかった。だから自転車がちょっと行っては止まって降りて渡って、ちょっと行っては渡らなきゃいけないということから、多分初めてなんでしょう。こういうことを、ここには自転車サイクリングが通りますよというのを車の人に分かる、この先に交差点あり横断者注意というのは多分初めて、今回認可をいただいて市の方で付けさせていただくことは、これも時間があったんですがスタートしました。そして商店街です。これ今町の商店街、今これから計画を説明しておりますが、この商店街の道路の上をいつも皆さんがこれ自由に、必要な時には歩行者天国になれるということでライニングブラードをつけることによって、この道路の上をにぎわいにする。先ほど三条の木田先生が言いましたけど、三条マルシェというものはもっと頻繁に自由にできるような景観を作ろうと今計画をしているところであります。もう一つはコミュニティバス、なぜ私どもは家から外に出る、外に行った方が楽しいところいっぱい出る、そこには車で行けない、車がもう乗れないという方が増えてくるときにコミュニティバスという形でやっています。1台が2台、今3台です。来年も1台で4台くらいになると30分に1本くらいでこう待つ形で街中を歩ける形になる、乗っていける形になるんだろうと。そして賑わいです。パキオ新潟が8月にできました。この2ヶ月間で21万人が来ていただいた。ここにコミュニティバスも泊まる、市民の皆さんがここでいろんな時間を過ごせる、こういう形の仕掛け、今これから、今説明見つけ市内でもありますが、銭湯という形の商店街の中に、真ん中に、今回整備をして、そこで、江戸時代から日本の文化であった銭湯というのをちょうどもう一度交流の場所として街の中に作ろうという結果をしております。それから 4.5 ヘクタールというところは私どもは手に入りましたので、そこをこれからの地方の有料の住宅、東京では作れない住めない広さと空間、それから空の広さが見えるような空間、コミュニティができる、またいろんな世代多世代が住める、こういう住宅も今計画をしているところであります。次お願いします。パキオ新潟のところですが、これについては今21万人、これについては地方の、地元の人との交流ができるというコンセプトでありました。癒しの空間、防災の拠点というのも含めて、従来ない道の駅という発想でしましたら、幸い今利用者が増えているということであります。ただこれも
スマートレジでは健康優遇があってこの土手の上を散歩できる、またはレンタサイクルで行ける、まあ、こういうものも含めてスマートレジの拠点としての位置づけも今意味しているところであります。次お願いします。そして今なぜ銭湯かと申しましたが、そういう面で今整備を始めたところであります。27点には出来上がると思います。目標は約20万人ぐらいが来ていただけそうな形のものができつつあるというふうに思っております。次お願いします。そして実は意識の変革ということで条例を作りました。ちょっと細かくなって見えづらいんですが、健康基本条例、アルコール条例というのは見つけの市民の皆さんはできるだけ近いところは歩く市民になっていただきたい。市役所はできるだけ歩きたくなるような道路設計を進めていこう、まあ、こんな形で、お話を進めてもらいました。じゃあ市の職員が率先してどうするかということをやったんです。で市の職員も私も歩くようにしたところ幸い69人、全体360人のうち、約174人が自転車が歩くようになります。これは 48% です。で2キロというこの本庁舎から2キロ以内には約ちょっと数字は悪いんですが155名が通っております。そのうち42人目が今回増えまして、総勢で、125名、つまり 81% は本庁舎は歩くなりそういうふうに変えたということであります。まあ、こういう指導の構造設計も今回から見つけて、要するに歩きたくなる道路設計をどうすればいいのか、そういうものも考えられるようになりました。それから計画的、次お願いします。それとクラウドだけ最近ちょっと時間が1分1000円払うことで確保しますが素晴らしい日本酒でペイチャこれだけ聞いてください。で先ほど市民の国保の人たちしか私どもデータがないと言いました。でこのスマートネスのセオトップの中で、国からお金をもらってコンピューターを仕組みをして、そして多くの新しい例えば業界憲法、それから将来もうすぐは後期高齢のデータも見つけに匿名化して入っている、そしてそこを分析できるソフトができるということだ。例えば見つけの小学校単位でそこで高血圧の人がどう違うか、糖尿病の人がどう違うか、そこでちゃんと歩く人とそうじゃない人がどのくらいいるか、検診に毎年通っている人と行かない人でどれだけ医療費が違うか、こういうのが初めて日本で出るようになりました。こういうのも今回今年出来上がったばっかりで、これから12月からそれを利用していこう、まあ、こういう動きになっております。ちょっと長くなりましたけど見つけて今やろうとしていることだけ、お話をさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとじゃあ明るくしていただいてディスカッションに入りたいというふうに思うんですが、私の好きな新潟のお酒に貢献していただきまして本当に感謝をいたします。で今明翔さんのお話の中ですごくこう出てきたキーワード両方のですね、にぎわいとかですね、あるいはそういうコミュニティっていうような言葉が出てきたと思います。で実は今日ちょっと私の講演の中で時間がなくてあまり言わなかったんですが、いわゆるそのソーシャルキャピタルっていうふうに今呼ばれるんですけど、これは人と人のつながり力、あるいは 3.11 絆とかっていうふうに言われる、こういうものが弱い地域に住んでいると健康度が悪化するっていうことが科学的に証明されています。やっぱり人と人のつながりっていうのは実は健康にも影響するっていうことが分かってきまして、そういう面で見附市はもう市長5、6年前ですかスタートされたコミュニティ再生事業は7年前に失礼しました。でそういう中で日野さんは最初のその小学校の、まあ、コミュニティ再生に実際に取り組まれたお一人ということで、スマートヘルスティー皆さんをより健康するための非常にコミュニティのあり方というのが大事なんですが、まずそこに参加された前後でどう変わられたのか、まずそのあたり少しお話よろしいでしょうか。はい、見附市民の方はおそらくお分かりになると思うんですが、新町、私が働いている新町は実は見附小学校区なんですね。で私が住んでいるのはこの昭和町2丁目です。
二丁目っていうのは、くつまき小学校区なんですね。で、私が、実は地域コミュニティに関わらせていただいているのは、その、住所の方、くつまき小学校区の方のコミュニティです。くつまき地区まちづくり協議会というふうに言います。で、この設立準備会の段階から、携わらせていただいているんですけれども、最初は本当に今お話がありました通り、見附市でも第1番目の地域コミュニティということで、手探りで、町づくりというものを進めてまいりました。で、徐々にこう知名度というか住民の方々の認識度も上がってきたのではないかなというふうに思うのですが、一番私これ潮目だったなと思うのがですね、今見附市の行政の方で進めていただいています、生ゴミが消えるプロジェクトというのがあるんですね。で、多くの地域の皆さんはおそらくゴミを燃えるゴミとして出してらっしゃると思うんです。ところが実際生ゴミっていうのは燃えるかっていうと燃えないですよね。火をつけてみれば分かります。ほとんど水分ですので燃えない。で、行政の方ではどういう取り組みをしていただいているかといいますと、その生ゴミを燃えるゴミと分別しようというふうな取り組みをしています。で、じゃあ我々はどういうふうに関わっていけばいいのか、これ行政対私ども市民というようなこの綱引きの関係だと、なかなかこういう取り組みが市民の方に進んでいかないというか取り組みづらいんですね。ところがこの葛巻地区ではすでにもう取り組んでおります。生ゴミが消えるプロジェクトとして生ゴミの日を作ろうという、でその生ゴミの日にゴミを出してくださいねというような、おそらく他の地区の方が聞くとえっと思うような取り組みをしております。で、じゃあこの生ゴミをどうするのっていうと、これは処理場の方で YM 菌という微生物を使って分解し、また肥料等に再利用できるというようなことなんですが、これを行政対市民というような位置づけではなくて、この地域コミュニティア、相対に入ってみんなでやろうねと、町内会も一緒にやろうねというようにしたんですね。で、おそらくこの健康という言葉、健やかで幸せという言葉に、合致するのではないかと思うのですが、そうやって、地域の豊かさ、そしてまた見附市全体としての幸せ度を上げていけるような取り組み、これをこう進めておるところでございます。ありがとうございます。そのもう一つだけちょっとひろりさんにお聞きしたいのは、今もうそこが逆に言うと五六年地域コミュニティの活動があって非常にそれが根付いているので、比較的進まないパッと新しいことに動くんだと思うんですが、やはり最初はそうじゃなかったと思うんですね。でそれがもう乗り越えてこられたのは、その市民目線からするとどのあたりだったんでしょうか。まだまだ課題は多いと思います。本当に取り組みといいますか、地域コミュニティとしていろんな活動に、成功するようになってきたというのはおそらくここ最近のことだと思うんですが、最初の頃はやっぱりですね、はっきり言って顔も知らない、名前も知らない人たちの寄せ集めというと語弊がありますが、本当に例えば近所に町内に住んでいるのに名前も顔も知らないような方々と一緒になるわけです。ところがこれを進めていくと名前も一致する、顔も一致する、会えば挨拶する、挨拶すればお話しするということでですね、そういう地道なコミュニケーション、そういったものが最初から現在まで来ていると思います。そしておそらくこれからもその姿勢というのは変わっていかないんだろうと思っております。ありがとうございます。栗沢市長、今のお聞きになられて、私なんかはご存知に結構短期なので、私が短期なのでもっと市民の方分かっていただいて、市民の方もっと早く変わってくれてほしいという思いがいつもついつい持っちゃうんですが、でも実際に今お立場からしても、もうなかなかこう変化って難しいじゃないですか。そういう中で今の広井さんのところの取り組みなんかを聞いていただいて、どう感想をお持ちですか。一言で言うと、もう本当にすごいことをされているということに尽きると思うんです。
で、すごいっていうのはですね、いくつか要素があると思っているんですけれども、その一番大変なことは要するに継続は力なりなわけですね。で、コミュニティの力っていうのは継続をしなければコミュニティ力というのは絶対増していかないわけです。でも継続をしている過程っていうのはものすごく、なんて言ったらですかね、こう褒められ感がないというか、昨日より今日の方がコミュニティ力が増しているのかって言ったら、そんなことはない、そう感じられないわけで、実際には少しずつそう上がっていってるんですけれども、定点観測してるわけじゃないですか、その中で頑張ってられる方々っていうのは。で、それを毎日毎日ずっとその続けていくっていうことはものすごく大変なことだと思うんです。で、どうしても人間楽したい楽したいという方向に働きますから、中心となってその頑張られる方々にどん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 負荷が今度かかっていくわけですね。で、ここをその持続可能な形にしていくためには、やっぱ多くの方々に参画してもらわなければいけませんし、それによって負担を分散化させなければいけないわけですけれども、今の町の構造っていうのは残念ながらその逆手逆手にどん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 進もうというふうになっていくと思いますので、その意識して6年ですか、 6年近い時間軸をかけてずっとその継続されてきているということはものすごくもう尊敬します。ちなみに三条市は、みつけさんもそうかもしれませんけど、中山間地域の方がコミュニティ力がものすごく高いです。でもそこに住んでいる方々は好き好んでコミュニティ力を上げてるんじゃないんですよ。結局その近隣の人の目がどうしても気になるので、月に2回の寄り合いには、若手は必ず駆り出されて、その集落の長老からいつもいつも叱られながら、お酒をつぎ続けなければいけないというその宿命を10年も20年も30年も続けていって、で、いつの間にか自分たちが今度は長老になって、また下の世代に対して同じことを繰り返す。でもそういうふうにしていかないとコミュニティというのはやっぱ継続できないというふうに思うんですね。ありがとうございます。ちょっと視点を変えまして、その今のこう続けるっていう重要さがあったんですが、一方でぜひ皆さんに考えていただきたいのは、10年先の例えば見つけ市ってイメージできますか。多分普通はなんかこれから高齢化が進むとか人口が減るとかって言われるとやっぱりイメージできないんですよね。だから我々なかなか自分の今の生活を、今日私が三塚に住むと糖尿病になるとお話しましたけど、車乗って帰りますよね。今日はでなかなか我々変えられないんですが、高野先生にお聞きしたいんですけど、そのスポーツで、まあ、チャンピオンスポーツの場合ある面その勝つって言いますかね、高野さんの場合はオリンピックで入りました、あるいはメダリストまで目指す、そういうはっきりとした目標があるのでこうある部分頑張れる部分があると思うんですが、なかなかそういうその一般の生活の中で先ってなかなか見えないので、特に今日見て高野先生のちょこっと走りですか、多分皆さんいいと思ってもなかなかじゃあそれが継続できるかってそうじゃない、なんかそのあたり何かいいヒントがあればぜひいただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。はい、やはりですね、自分の20年後30年後実は家を最近建てて、ローンの最後は80歳、途中で資材を置けておいてかなと思いながら借りたんですが、まあ、実際80歳の頃自分はどうしてるんだろうと。まず第一に働かなきゃいけないということですね。で、私はやはり素晴らしいコミュニティを作られたり、本当に楽しめる場所を作るって素晴らしいことだと思うんですが、でも我々はっていうか私は人から頼りにされて仕事をしてお金をもらえるっていう、それがずっと続いてほしいっていうのが実はあるんですね。ですから、まあ、もちろん年金をいただくっていうのも将来現役っていうような本当は仕事が身近にあれば、運動というむしろ自分で運動しなきゃっていうよりはちゃんとお金稼がなきゃと思って人から頼りにされて
自分の能力を発揮できる場があるっていうのが実は一番普通で幸せなことだと思うんですね。ですから、なんかこう生きてるだけで税金を使っているとかそんなものではなくて、むしろこういったコミュニティを自分たちで運営していく、でそこで、何かちゃんと自分で生活できる、あるいは仕事をしていることですごく周りから感謝されているとかですね、まあ、私の母親の母親あたりは最後まで味噌を作ったりとかですね、そのばあさんとしかできないことがあったんですね。あのしめ縄の結び方とかそういうのは年寄りしかできなくて、若造にはちょっとまずできないと、そういう仕事がその良き時代にはあったんですが、最近は情報化社会でとにかく早く最新のものを捕まえて生産性を高めてっていうことで、年を取っていくとそのスピードについていけなくなってしまって、もう戦力外通過というふうになってしまうのが実は一番問題であって、まあ、むしろドル箱にこれからなっていっていただかなきゃいけないのは高齢者であって、これから日本の経済を支えていくというような、何か取り組みができれば実はそれが一番いいんじゃないかなと、運動しましょうなんていう前にちゃんと自分の仕事をして健康になってお金も稼ぎましょうっていうものができれば一番いいかなと思います。そのためには、逆に続けるためにはベースとしてやっぱり健康がベースになるんだっていうこと でどんどん逆に言うとお金を使えるだけの体でいていただきたいということですかね。そうですね。でやはり腰を上げて動く人じゃないと仕事ができないので、まずは家の扉を開けて外に出て行って、その環境の中で、でも出て行けばみんなが何か期待してくれるっていう社会があるんですね。生きがいというものがやはり一番大事で、それはまず最初は家庭だと思ってます。家庭の中でいつまでも頼りにされる存在でいてほしいっていうのもあるし、で地域社会がそうであって、でもう野心のある高齢者はどんどんもっと世界に出ていけばいいと思いますし、そこまでのことを考えていなくても本当に近所の中で一緒に何か仕事ができる、そういう、まあ、会社というのか団体というのか、そういったものをたくさん作っていければいいなというふうに思っているんですね。ありがとうございます。高野先生とは実は大学院生時代にバルセロナからすぐ帰られて MRI を取らせていただいた時が一番最初ですが、もうこういう社会貢献のお話までこんなによくされるっていうのはすごいなって、すいません改めて今思っているんですが、多分ですね、今日高野先生、すいません、もうちょっと久しぶりに高野さんとご質問いただきたいと思うんですが、お話聞きたいっていうご来客が多いので、ちょっと私もミーハーの質問をしたいんですが、よろしいでしょうか。最後私の同僚にっていうか後輩に当たるんですが、女子柔道で山口香織っていう飲み友達がいるんですが、もうすごい飲むんですよ、こういうこと言っちゃいけないんですが、彼女と話してた時に、彼女はもうずっと女子柔道で勝ち続けたんですが、もう次の試合に座って待ってる時に、その瞬間相手の目を見た瞬間にもう上がる前に勝ったと思って畳の上に上がったとよく彼女は聞かされたんですが、ファイナリストとして決勝に残ったスタート地点というのはどんな気分だったのか、多分皆さん聞かれたいんじゃないかなと思うので、ぜひちょっと一言そばでもお話しいただきたい。今日はそういうテーマではないと思うねというか、なんかすごいこう関係もですよ、皆さん20年前の話なんで、正直言ってもうか本当に記憶から消えつつあるんですけど、時々忘れないようにしようと思ってですね、思い出すんですけども、いやもう本当に究極自分でもうスタートラインに立った時には、自分の人生もう自分の一歩一歩で変わると思ってたんですね、決勝は。と同時にイメージは、まあ、私富士山の近くに生まれたんで、本当頂上付近あと一歩で頂上のところに立った、そのあと一歩が一番怖くて油断して踏み外すと転落する。でも確実にもうここまで自分の足で上がってきた、あと一歩なんだ、あと一歩をこのスリルを生むビクトリーっていうか、勝利の緊張感ってさ、それをいかに楽しむかっていう、失敗したら大変だけども絶対成功できるっていう自信っていう、この何とも言えない複雑な心境ですね。でこの奮い立った、それこそアドレナリンってよく言いますけども、普段には絶対出てこないこの緊張感っていうのを、これはその時は正直お金では買えないと思うんですね。何億円積んでもオリンピックの決勝には立てません。
自分の足でようやく来たっていう、これをこの緊張感こそが価値があると、だからこれを存分に味わわないともったいないと思って、確実にあと一歩踏もうと登っていこうと思ってスタート地点に行ったっていう心境です。すいません、スペシャルの聞いてしまいまして、いい花は私を皆さんお許しください。時間もそろそろ終了時間にやってきたんですが、もうちょっと議論したいことなんですが、ちょっと時間の関係もあるので最後にですね、この辺の議論を踏まえて感じられたこと、あるいは少しどうしてもこの辺りぜひ皆さんにお伝えしたいことがあれば一言ずついただきたいというふうに思うんですが、そうしましたら広井さんの方からお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは健康という言葉を使っております。健やかで幸せという私たち市民の願いが込められておりまして、実は健康推進会議というのが見附市で開かれておりまして、私その会議に委員として出席しているんですけれども、質問でこういうのがあったんですね。小学生が健康という漢字の書き取りにこの字を書いたら罰になるんですかと。で、その場ではバスになるという話だったのですが、私自身小学4年生の娘とそれから年中さんですかね、息子がおるんですが、この子供たちがですね、たとえこの漢字の書き取りでこの原稿を書いても、私はたとえ夏でバスをもらった点数が悪くなったとしても褒めてあげたい、それでこそ見つけた子だというふうに褒めてあげたいと思うんですね。ありがとうございます。で、また今日は時間の都合で、商店街のこともお話ししたかったんですけれども、また別の機会に移りたいと思いますが、先ほど国定市長さんからお話ありました通り、三条マルシェ非常に人が出ていると、私もこの話を聞きたいと思って今日この場に足を運んだものもあったんですが、そしてまた普通に市長さんからも町中の中核施設として温泉ができるよっていう話が出ました。これもおそらく人が出てくるんだろうと思います。ただこの町中の賑わいの創出と商店街の活性化というのは密接に関係していますが、イコールではないと私は思うんですね。で、とりあえず人が出てくるところまではお願いすると、じゃあどうやって個別の店に入ってもらうか、また個別の店がどうやってゲストをお迎えするかというのをと我々インサイダーといいますか内部の者が考えて自分自身の問題として取り組んでいきたいというふうに思います。それがまた健やかで幸せな町中といいますか中心街での町づくりにつながっていくんだろうというふうに思います。はい、ありがとうございます。拍手をお願いいたします。では市長よろしくお願いします。今日高野さん、今千代さんがございましたが、褒められるとかいうね、ことがありました。継続するというのを私何回もちょっとお話しているのが、やっぱり幸せを感じるというのをよく言われているのが、やっぱり一つが褒められるということと、必要とされているとか役に立っているとか、その地域で愛されているというよく言われますが、こういうことなんだろうと思います。で、私ども今各地域でやっぱりこの見つけというと、至るところでそういうことが感じられる空間をどう作っていくかに究極的にはなるんだろうと思います。だからそれともう一つ、今高齢者と言いましたが、私ども65というのはよく言いますが、見つけにおいては75から高齢者と呼びたいと思います。だから75までは現役なんだ、いやそれはお金のこともいいけれども、やっぱり役に立つとかその地域のためとか、そういうのに自分の役割があって、そしてそこに、汗をかく、それが喜びになるというようなこともぜひお願いしたいし、それができれば私どもこの町は大丈夫なんだというふうに思います。そういうふうにこれからも健康というキーワードでそういう町づくり、心からみんなが思っているのは地域のため、子どもたちのため、そういうことを汗をかきながら評価して、それが自分のやりがいになる、こういう町づくりになればありがたいなというふうに思っています。では、国沢市長、お願いします。
さっき高野先生の話を伺っていて、まあ、本当にそうだなって思ったんです。本当にそうだなというのは、そのいくらその年を重ねていっても、まあ、稼げる自分でありたい、まあ、稼げる自分でありたいということは多分その人によって評価され、でそれによって、必要な報酬を得るというようなことだと思うんですけれども、それが本当にあるべき姿だと思います。私たちは今人類で始まって初めての未知の領域に足を踏み入れつつあるんですね。つまり長寿社会なんです。で長寿社会になるっていうことは、今までの人類がずっと積み重ねてきた価値観と全く違う価値観をその用意していかないと乗り越えていくことができないと思うんです。で私はそれは素晴らしいことだと思うんですね。つまりご高齢の方々が、まあ、ある程度、ま、町の主役であり続け、それによってその方々による活動によってさらに町が持続的に活性化をしていくっていうような価値観の転換を図っていかなければいけないと思うんですね。で先ほどの話の、ね、延長線上で考えてみますと、まずネガティブなことを言いますが、今三条の町の真ん中で健康を保つためにもう一方で必要となる食事の食生活についてアンケート調査を取ると、一人暮らしのご老人の方はしょうがないんですけれども一人で家でご飯食べます。そうすると幸せ感がなくなります。それはアンケートで如実に現れるんです。そういうような人生って楽しくないですよね。でもここに発想の転換をさせる非常に大きなその示唆を与えてくれていると私は思うんです。だったら外に行けばいいじゃない、外でご飯食べればいいじゃない、いろんな人たちと賑やかにご飯食べればいいじゃない。今までの価値観では特にお年寄りの方は外で食事をするということは小さい頃からのしつけで明日ないものだというふうに思われるかもしれない。でもこれから先の長寿社会というのはそういう価値観ではない、新たな文化を我々の手によって築くことができる、すごい無限の可能性を持っているというふうに思うんです。日誌の位置に出てきていただいて買い物をするだけではなく、その日誌の位置に併設されている全天候型の広場で朝一緒に食事をとりましょう。アジアではごくごく当たり前な外食文化、日本だけがないわけですね。こうしたものが長寿社会という時代の変遷を経る中で新たに文化として創出すればいいじゃないか。でこうした一つ一つの新たな開拓をしていくことが実はそのスマートウェルネスティがその担わなければいけない非常に大きな重責だと思いますし、それだけ無限の可能性が開かれている、もうワクワクドキドキできるような政策の連続がここにはすごく詰まっていると思うんです。ですからこれから先のスマートウェルネスの取り組みというのはまさに見附三条という地域を超えて、しかも行政と市民というこれまでの役割分担価値観を超えて取り組んでいく必要があるのではないかというふうに思いながら今日一日過ごさせていただきました。どうもありがとうございます。では最後に田川先生よろしくお願いいたします。今回はいろいろと刺激的なお話をいただきまして、まあ、特にまず最初に黒先生からやっぱり60、70、80一気に、自立に向かっていくという局の話も伺いつつ、やはりこのスマートウェルネスシティという言葉を、まあ、間近にしまして、正直な印象が本当に、まあ、いくつかの言葉が出るとしたら愛だとかありがとうという言葉かなと思うんですね。ご存知だと思うんですが、愛の反対は無関心という名だたるさんが言っておりましたけども、みんなが無関心になってしまったらこの多分、スマートウェルネスっていうのは続かないでしょうし、ありがとうの反対っていうのは何か、なかなかありがとうの反対のことはピンとこないんですが、おそらく当たり前みたいな感じかなと、やって当たり前というか、
まあ、そのありがとうっていう精神が本当に我々コミュニティにとっては一番必要なのかなと、まあ、そういうものを今回参加させていただいて、あの宇佐川の市長のお話も伺い、すごくその愛とか感謝という言葉がぴったりだなという印象を受けました。私もこの話をやはり持ち帰り、自分自身とその周囲に少しでもまた共有できるような、そういったことができればいいかなと、お邪魔してよかったなと思っております。ありがとうございました。どうもありがとうございました。最後にちょっとだけ私もまとめさせていただきたいと思うんですが、実は今高野先生からちょっと刺激的にその自立度がダーンとしていくという今日スライドをお見せしましたが、あれを防ぐために今どこを鍛えればいいかというのは科学的に分かっています。それは特に60代70代の方は大腰筋という筋肉、あるいは太もも筋、前の側の筋肉、まあ、大腰筋です、大きな腰の筋肉と書くんですが、なぜ最後にこの話をスマートエースティンなんでするかというと、実は私が大腰筋という筋肉を知って、この筋肉がまず速く走ることにポイントだというふうに知ったのは、実は高野、すいません気持ちよくて高野さんの時はしていただきますが、バルセロナオリンピックから私の先輩に2個上に浅場に、まあ、数々一徳さんがいて、一番鍛えたところを MRI に残されたいと言って筑波大学に来られたんですね。でその時には今20年以上経っているので時効なので申し上げますが、高野さんからのリクエストは大体の MRI を取ってくれってことだったんですが、当時お腹を取れるようになってちょっと集めていたので、中に入ると MRI って動けないので、ご本人分からないうちに実はお腹取っちゃったんですね、内緒で。そうしたらですね、見たことがないぐらい太い筋肉が出てきて、実は私はその筋肉の名前も知らずに慌ててそこで解剖図を見たら大腰筋という筋肉で、でそれが速く走ることと関係があるという次の研究をしたんですが、その次にこういう高齢者の健康づくりになった時に、多分これが直感的にその元気で歩き続けられるまで立ったり座ったり、このままいために必要な筋肉じゃないかと思って研究をしたら、非常にこの大腰筋が大事だったということが実はこれ10年ぐらい前に分かったんですが、そういう面ではこのきっかけとなるその研究のきっかけを与えていただいた高野先生がこういう形でスマートウェルシティという取り組みで今日ここでご一緒できているというのは、何かすごい、すいません、非常に今日は個人的で申し訳ないんですが、なんかこう運命的なものというものを感じて、私自身しかもずっと一緒にやらせていただいているこの見附市でこういう会ができたことを感謝をしております。最後にもう一度ですね、非常に示唆に富んだお話をいただいた4人のパネラーの方に盛大な拍手で幕を閉じたいと思います。はい、コーディネーターそしてパネリストの皆様ありがとうございました。拍手でお送りください。はい、そして皆様夜遅くまでこの会に参加いただきまして誠にありがとうございました。まあ、まもなく閉会となるんですけれども、まあ、あえて言わせていただきます。私ももうすぐ24歳になる見附出身の普通の女の子でしたが、昔からですね、まあ、見附市、自分の町に興味を持っていたというわけではなかったんですね。この活動を通じて、そして健康大使になった今、まあ、今日もお話あったかと思うんですけど、健康っていう言葉を聞いたときに、あ、やっと、あ、私ももしかして街づくりに携われているんだなと実感した瞬間があったんですね。今日皆様お集まりになられた方には、やっぱりこれに興味があってお集まりになられた方々が多いと思うので、一概には言えないんですけれども、やっぱり私よりもっともっと若い子、やっぱ知らないんですよね。自分と街づくりっていうのは全然リンクしていない。でもやっぱり今日会に参加されて感じた方いらっしゃると思います。私も気づいてよかったなと思えることたくさんあるんですね。なのでもっともっとやっぱりここを見附市に住む若い子たちにも伝えていかなきゃいけないことなんだなと思って、それがやっぱり今日皆さんも参加されて、ただこう自分自身に留めておくんではなくて、この身の回りにいらっしゃるご家族様とか友人の方とかお子さんとか
ね、いろんな方に今日朝のことを伝えていただくだけでも明日の見つけしてすごく変わると思うんですね。なんていうお話を、まあ、含めながら今日参加していただきまして誠にありがとうございました。今日参加してよかったなと思える方拍手をよろしくお願いします。続いて今日の司会が私いないのでよかったなと思ってもらえる方拍手をよろしくお願いします。それでこのシンポジウムこんな定番になるんですけども最後に3点だけお知らせさせてください。今日道具側の資料の中にですね健康運動教室のチラシがあるんですけれども興味がある方いましたらですねお出口の方に黒いポロシャツを着たスタッフおりますのでお声掛けくださいということと2点目がですね今松公民館から送迎バスを利用された方この後15分後9時ちょうどにですねアルカリアの正面出口より出発しますのでご利用される方ははい9時ちょうどに出発することをご留意ください。そして最後3点目でございます。この後私もお出口の方で皆さんお送りするんですけれども本日ですね私の昨年発売しました今井美穂の写真集の販売を行うと同時に見送りさせていただきますので興味ある方は私に話しかけていただければと思います。というわけで締めます。はい、今日のスマートウェルネスティシンポジウム誠に参加していただきましてありがとうございました。